はい、お疲れ様です。ゼロでございます。さあ今回はですね、タイヤの話をしたいなと思います。まあそろそろ、撮影時点ではもう来月から11月と10月末ぐらいですね、今ね。でまあそろそろ寒くなってきまして、冬支度ですね、考えなきゃいけない時期なんですが、そうなってくると、まあ車の場合ですね、スタッドレスですね、まあこれが、まあ地域にもよると思うんですけど、やっぱり我々っていうとか、違う、私のね、ように北陸に住んでる場合ですと、やっぱりスタッドレスがどうしても必要になるので、ちょっとね、この辺の話をしたいなと思うんですが、まあ私はね、まあ、一応個人的に、好きで使ってる、メーカーがダンロップの、まあ、スタッドレスなんですけれども、まあこれはね、以前の動画でも、話はしてるかと思うんですが、現状ね、ウィンターマックスの03というタイヤが、新しく、出てますね。はい。これ今シーズンになって初めて出たのかな？昨シーズンなかったですよね。うん。今、おそらく新しいタイヤだと思うんですけど、これがね、ちょっと見てて、思ったんですけど、今回ね、ウィンターマックス03になって、ちょっとこうダンロップさんのこの製品のこの、訴求の仕方というんですかね、アピールの仕方がちょっと変わりましたね。うん。でウィンターマックスの前は、DSX だったかな。はい。まあ私も履いてたんですが、でウィンターマックスになり01、02、03と、まあ順当にね、02までは本当にこう総合的に、まあ、進化してきたみたいな感じだったんですけど、今回出たこの03ですねを見ると、性能的に02からね、アップしてるところもあれば、若干ダウンしてるところもあると、うん、いう形で、で今ダンロップさんのねページをこう見てるとですね、02と03をまあ両方こう、掲載してまして、02の方はバランス型で、03の方はプレミアム型という形で、一応販売、していくというような形に今なってますね。うん。で、見てるとですね、性能の部分ですね、機器という意味での、まあ、性能の部分ですね、は、同等かもしくはアップしてると。02に比べ03がね、うん。で、唯一と言っていいのかな、ライフですね。タイヤのライフの方が、02の時よりも、まあ、このね、この、多角形のね、この表示を見る限りは、若干、落ちていると。うん。まあ、ただ、こう、垂らし書きとして、自社基準は満たしてますよっていう、まあ、垂らし書きはついてますけれども、まあ、このグラフっていうかね、表を見る限りは、02よりかはライフはちょっと落ちてるけれども、その雪道とかね、アイスバーンとかその辺での、性能ですね、ライフ以外の性能に関してはアップしてますよという形で、まあ、プレミアムタイプという形で、まあ、売り出すという形になってますね、うん、ちょっと今までとは違う形の進化に今なってますね。はい。これはちょっとどちらを選ぶかみたいなところありますね。まあ私個人的には、前のね、過去の動画でも言ってるんですけど、まあ予算に余裕があるのであれば最新型の方を選んでいただいて、はい。で、特にね、その最新型じゃなきゃならないみたいなことがなければですね、個人的にはもう一世代前の、スタッドレスですね。どのメーカーも必ず1世代前のスタッドレスは、販売してるはずなので、その最近のね、一番直近の最新モデルとは別に、まあ、少し価格を落として、前のモデルを売るっていうのは、これどのメーカーもやってる戦略ですので、まあ、ダンロップも例に漏れず、今、ウィンターマックス03で出ましたけど、02も同時に並行で販売しますんで、まあ、私個人的には今の状態だったら02の方をね、選ぶかなと、うん、その方がまあね、お財布にも優しいし、まあ、なおかつもちろんね、03出る前は02が、一番最高レベルのタイヤだったわけですから、スタッドレスね、うん、これはもちろんね、03が出たからといって性能が落ちるわけではないので、はい、まあ個人的には、
コストを抑えてね、02を選ぶ方が、まあ、おすすめかなという感じですね。で、もしね、かけるんであれば、まあ、スタッドレスにかけるんではなくて、その分ね、夏のタイヤの方に、少しそのお金をね、コストをちょっと振り分けて、夏のタイヤの方をちょっとグレードのいいものにする方が、おそらく幸せなんじゃないかなと、はい、いう気がしますね。うん。で、まあ、私がね、こうなぜダンロップをしてるかというと、まあ、過去の動画の繰り返しになりますけれども、まあ、北陸の場合はね、やっぱりどうしてもべちゃ雪なんですよ。うん。まあ、北海道とかね、ああいったところみたいに、あの、パウダースノーではないので、基本的にはべちゃ雪で、で、なおかつ街中だと融雪もついてるので、基本的には水のあるところを走ることが多いと。うん。で、考えると、私個人的には、このスタッドレスのタイヤで、水のあるところ、べちゃ雪で性能が、個人的に信頼してるのは、一番信頼してる、ところがやっぱりダンロップなんですね。うん。まあ、なので、一応これ好んで使ってるんですけど、まあタイヤに関してはね、やっぱりこの履き心地というかね、やっぱこういうのも好みでやっぱりあったりしますんで、なんとも言えないんですけど、まあ特にスタッドレスの場合は、うん、やっぱりこの雪とかね降った時、もしくは路面が凍ってる時ですよね。うん、まあ北陸の場合は、このべちゃべちゃな状態で、なおかつ地面もちょっと凍ってたりとかっていう時に、ある程度安心感のタイヤということで、私はまあダンロップを選んでるわけなんですが、まあそういったところでね、まあ自分の、まあ、好みであったり、こういった時にやっぱりこのスタッドレス自体はやっぱ効いてほしいなっていうのはやっぱあると思うので、まあそういったところから、まあ好みのねタイヤを選ばれるのがいいんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。もちろんそのさっき言った通り、地方によってね、こう降る雪質が多分全然違うと思うので、まあ、そういったところを加味してですね、まあ、選択されると、まあ、よろしいんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。まあ、一応私個人的に、好んで入っているダンロップね、これでいくならば、まあ、03がねこう最新として今出てますけれども、まあ、1世代前の02がね、まあ、コスパ的にはいいんじゃないかなというのを、まあ、ちょっとおすすめしてですね、今回の動画はちょっと締めたいなと、はい、思います。まあ、何かの参考になれば幸いでございます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。